こんにちは、ココアです。今日は最近の近況報告についてお話ししていきたいと思います。はい、ってことで別にネタ切れとかではないんですけど、ちょっとね、言いたいこととかお話ししたいなって思っていることがいろいろあったので、今回はこんな感じで動画を撮っています。ぜひ最後まで見ていってください。ということで、この動画が気になったという方で、チャンネル登録まだ済んでいないという方は、チャンネル登録ボタンからチャンネル登録と通知ボタンの方をオンにしてから見ていってください。ということで、早速やっていきましょう。では、スタート。はい、ということでやっていきます。まず、最初にお話ししたいことが、最近、チャンネル登録が増えたからかなと思うんですけど、結構いろんな場面で視聴者の方に声をかけていただくことが多くなって、それがすっごく嬉しいということを皆さんにお伝えしたかったことになっています。すごくね、いろんな、例えばアウトレットとかに行っても声をかけていただいたりとか、店員さんだったりとか、普通に旅行に行った時とかだったりとか、あとはいろんなお店とかで声をかけていただくことがあって、あんまり声をかけていただくこと今までなかったんですけど、最近すごくその機会が増えて、それがね、すっごく嬉しいので、ありがとうございますという感じで動画を今撮っています。あんまりね、こういうこと言う機会がなかったので、なんかココアチャンネルさんですかとかって声をかけてくれたりとか、ココアちゃんですかみたいな感じで声をかけていただいて、いつも見てますみたいな感じで言ってくださる方が多くて、すっごく嬉しいです。で、その時に私結構笑顔と育ちちゃうというか、あんまりなんか誰かわかんなかったらそんな気にしてないので、ちょっとね、声をかけてもらうまでわからないので、ちょっと塩対応みたく思われちゃうかと思うんですけど、ぜひね、今後見かけた方がいたりとかした場合、私が急いでなかったりとかしたら、ぜひ声をかけていただけたら嬉しいなと思います。声をかけてくださると本当に嬉しいし、また動画頑張ろうと思えるので、めちゃくちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。で、次に話したかったことが、すごく最近嬉しいこと、こんな感じのことがあって、で、それが報告できるかはわからないんですけど、またその報告動画とかも上がるかもしれないので、そちらの動画まだ全然内容とかがお話できないんですけど、楽しみにしていただけたらなと思います。で、あと最近買い物しているかっていうことなんですけど、私の動画って購入品紹介とかが多いと思うんですけど、最近ね、結構欲しいものを買っていて、すごく服とかこだわりが多くて、なのであんまり欲しいものとかがない時期っていうのがあるんですけど、今絶賛その時期で、で、欲しいものが見つからないというか、あんまりなくって、購入品紹介を今後ちょっとできなくなっちゃうかもしれないんですけど、またね、買ったものとかがあれば購入品紹介をやるんですけど、ちょっと購入品紹介できなくなるかもしれないっていう感じになっています。欲しいものが今あんまりなくて、で、そういう時期結構あって、そういう時ってあんまり購入品紹介ができていない時期になっているんですけど、なので動画が今撮れていないっていう感じになっています。欲しいものがたくさんある時期とかもあるんですけど、今あんまりなくって、またなんか秋冬物とかがたくさん揃えば欲しいって思うものもあるかもしれないんですけど、今のところは結構夏服とかもたくさん買ったし、いいかなっていう感じになっていて、なので買い物は最近あんまりしてないかなっていう感じです。なんか欲しくないものを無理して買うのもちょっと嫌なので、なのでそんな感じでした。本当に話が下手くそなんですけど、ちょっと今回言うことをメモっておいたので、それを見ながらお話ししています。で、今動画を撮っているんですけど、動画を撮っている時の自分と普通の自分っていうのが全然違くて、これ前にも言ったことあったかもしれないんですけど、なんか動画を撮る時、カメラがあると絶対真面目になっちゃうというか、めちゃくちゃ固くなっちゃうっていうのがあって、なのでなんかさっきもお話ししたんですけど、声をかけてもらう機会が最近すごくあるんですけど、全然チャンネル登録3000人弱とかなんですけど、それでもすごく最近声をかけてくださることが多くて、すごく嬉しいことなんですけど、なんか声をかけてくれて、話す時の自分とこの動画で話してる自分が全然違うと思うんですけど、それはあんまり気にしないでください。なので、ぜひ見かけた時には話しかけてくれたらなと思います。ちょっとね、YouTube 始めて3年ぐらい経
経つんですけど、全然うまく話せなくて、独り言とかも全然私は言わないので、カメラに向かって一人で話すっていうのもまだあんまり慣れていなくって、普通に話せないんですよ。なのでちょっと普段の自分と違うところがあると思うんですけど、気にしないでください。で、最近ちょっと話がめちゃくちゃ変わるんですけど、足を怪我しちゃって、ちょっとね、緊急報告っていう雑談見たくなっちゃうんですけど、電動キックボードあるじゃないですか、あれを買って乗ってたんですよ。結構電動キックボードって最近流行っているじゃないですか。私はずっと欲しいなと思っていて、日本で流行る前から結構海外とか乗っている人が多いので欲しいなと思っていたんですけど、なかなかなんか公道で走ったらダメなのかなみたいな感じで思ったりとか、ちょっと高いイメージがあったので買ってなくって、でやっとね、最近買ってもらって電動キックボードを外で乗ってたんですよ。それはちゃんとなんか公道で走っても大丈夫みたいな、40キロとかそんな出なくて、時速15キロメートルぐらいとかしか出ないやつなんですけど、それでもね、すごく速くて、でめっちゃ楽しくて乗ってたんですよ。そしたらブレーキが効かなくなっちゃって、で前に自転車がいたんですけど、前の自転車にぶつかっちゃって、でその自転車に乗ってる人は知っている人だったし、全然怪我とかもなくて大丈夫だったんですけど、その時になんか体だけ浮いちゃって、で足首の部分を折れてはないんですけど、ちょっと怪我したっていう感じになっていて、骨がね、なんかおかしくなっちゃって、足の形が変わっちゃったんですよ。でそれで本当は病院行かなきゃいけないと思うんですけど、病院行くのが嫌だし、行きたくなかったし、行ってなくって、でそのままもう治りかけみたいな、今そんな感じなんですけど、普通に歩くことはできて、本当にその怪我した時は全然歩けなかったですけど、今は全然歩けるぐらいまで回復したんですけど、でもその足の形が治んなくて、めちゃくちゃなんか太くなっちゃって、でそれがちょっと今困っているって感じです。もう多分病院行っても治んないと思うんですけど、ちょっと最近の報告でした。なのでぜひ電動キックボードに乗る方は気をつけてください。なんかその前に自転車がいなかったら、普通に知らない人とかだったらやばいんですけど、全然知ってる人で、もうその自転車が前にいなかったら車が目の前通ってて、で激突するところだったんですよ。なのでちょっと怪我はしたんですけど、まあ良かったかなと思います。なのでちょっと歩き方が変な時もあったかもしれないんですけど、そんな感じの近況報告でした。なのでそれから電動キックボードに全然乗ってないですけど、またね、なんかその電動キックボードの買ったやつ紹介できる時があればしようかなと考えています。そして毎日投稿のことについてなんですけど、結構前の動画になるんですけど、3月とかぐらいかな、それくらいに毎日投稿がもしかしたらできなくなるかもしれないという話をしたんですけど、今のところ頑張ってあることと両立して毎日投稿を頑張っているっていう感じになっていて、で去年とか今までは春休み期間中、夏休み期間中、冬休み期間中とかの時は毎日朝8時に動画を投稿していたと思うんですけど、今ね、多分夏休み期間中になっているんじゃないかなと思うんですけど、これからは毎朝休み期間中は8時っていう投稿ではなく、普通に平日は16時で、土日祝日だけ今までと変わらず朝8時に動画を投稿していこうと考えています。まあその方がね、いいんじゃないかなと思ったので、去年までとかは夏休みの時とかは毎日8時に投稿していたんですけど、まあ、平日は16時で、土日祝日ののみ朝8時に動画を投稿していきます。で毎日投稿は続けていきます。なので毎日投稿は変わらずやっていくっていう感じなんですけど、ちょっと変わる点の報告でした。はい、で今ちょっとね、言い忘れたことがあったのでカメラをセットし直したんですけど、声をかけていただく機会が増えたんですけど、なんか例えば芸能人の方だったりとかで、マスクとか帽子とかしたり変装したりすると、誰かわからないから気づかれないパターンが多いと思うんですけど、私の場合着てるものとかで気づいてもらって声をかけてもらうみたいな感じだと思うんですけど、全部ね、私の着る服だったりとか紹介、動画で紹介しているので、そんな感じで気づいてもらえるんじゃないかなと思うんですけど、なんかマスクしててもマスク姿も動画に映ってるしっていうので、もう後ろ姿だけとかでも気づいていただくことがあります。まあなので何を言いたいかっていうと、多分ね、どこかにいたら見つけていただきやすいんじゃないかなと思います。なのでなんか変装したりとか
全然しないし、そこまでなんかみんなから声をかけていただくみたいな感じじゃなくて、結構最近声をかけていただくことが増えたっていう感じになっていて、なのでもし見かけたらすぐ気づいていただけるんじゃないかなと思います。ということで、こんな感じでいろいろお話ししてみたんですけど、最近の私の近況報告でした。ちょっと今回は緩めの動画になったんですけど、また機会があったらこういうお話しすることとかが増えたりしたら、近況報告っていう感じの動画でこんな感じでいろんなお話ししていきたいと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。いろんな最近のことだったりとか動画のことだったりとかお話ししてみたんですけど、最近の私の事情というかこんな感じになっています。ちょっと話すのが上手くなくって、あんまりなんか普通に話せないというか、もっとね、本当は友達と話すような感覚で話せばいいのかなとも思うんですけど、なかなかうまくお話できないのでこんな感じになったんですけど、ぜひまた次回の動画も楽しみにしていただけたらなと思います。こんな感じでちょっと最初から最後まで硬い動画になっちゃったかなと思うんですけど、いつもなんか動画の中で面白い要素はゼロかなと思うんですけど、こんな動画を見て皆さんに楽しんでいただけていたら嬉しいなと思います。もっとね、普通に話せるように、ずっと YouTube 投稿してから言っているんですけど、頑張りたいなと思います。これでもね、ちょっとは、まあ、YouTube 始めた時よりはうまく話せるようになったんじゃないかなと思うんですけど、もっとなんか自然に普通通りの自分通り話せるように頑張りたいと思います。で、最初にも言ったんですけど、ぜひ見かけたら名前を呼んで声をかけていただけると嬉しいなと思います。ちょっとずっと見られると困っちゃうので、なのでもしね、見かけたら声をかけていただけるといいなと思います。で、結構人見知りなので、声をかけてもらっても塩対応みたく思われちゃうかもしれないんですけど、でもめちゃくちゃ内心嬉しく思っているので、ぜひね、見かけたら声をかけてください。よろしくお願いします。で、あんまりうまく話したりとかもできないと思うんですけど、すごく嬉しいと思っています。ということで、動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。私の動画ではハイブランド購入品紹介や Vlog などの動画を毎日投稿していて、平日は16時、土日祝日は朝8時に動画を投稿しているので、この動画がちょっとでもいいなと思っていただけていたら、チャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方、そして通知ボタンの方、ベルマークの方からオンにして言っていただけると嬉しいです。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。また動画投稿頑張ります。